変えた変えた。そんなにはしゃいでどうしたの？12月3日発売の VMAX クライマックス、しっかり買えました。おめでとう。でも何やら Twitter を見ていると、すでに CSR の値段が早くも下がってきてるみたいなの。CSR。そうそう。今回の段から登場したポケモンとトレーナーが一緒に映った SR で、ストーリーを感じることができて、前評判も良かった新でありてなんだよね。1ボックスに1枚入っていてお得なんだけど、その CSR の値段がどんどん下がっているみたいなの。性能もいいし、イラストもいいし、前評判もいいのに、どうしてだろう。なるほどな。ちなみに CSR よりも上にたのレアリティはあるのかい？あるよ。これがトレーナーしか映っていない SR。さっきの CSR と違って1箱に1枚確定じゃないから、入っていない箱もあるんだ。こっちの値段の様子はどうなの？こっちも落ちてきているけど、高いところは高いまま。って感じ。なるほどな。シャイニースター V の時もあったけど、供給量が多すぎて、一部のお金目当てだった人が、値下がりを気にして、早く在庫を売り切りたい、って思ってるだけだから、お金目当ての人たちが一通り売り切ったらまた値段は戻ってくるだろうよ。お金目当ての人が売り切ったら値段が戻る。って、これもうよくわかんねえな。そんなことより今回は、この段で収録された新規カードの、可能性について、電動目線で考察していくよ。よろしくお願いします。まずはじめに、このチャンネルはデデン TV。ということで今回の段に収録された新規のデデンネに注目してみよう。こちらが今回の新段 VMAX クライマックスに収録された新規のデデンネだ。デデフラッシュ。相手のサイドが残り1枚なら60ダメージ追加して混乱にもする技だね。イラストは確かに可愛いけど、このカードに可能性は本当にあるの？もちろん、電動レグレーションはどんなポケモンでも活躍させることができるからね。まず早速、このデデンネの強い点を確認してみよう。まず今までに様々なデデンネが出ているわけだが、一番よく見るのはこの、デデンネ GX でしょう。スタンダードから電動まで、様々なデッキで活躍しているね。もちろんこのデデンネ GX の活躍だけで満足するデデクラは多い。たまにオーロラエネルギーでビリリターン GX も狙えるしね。だがしかし、もっとデデンネにスポットを当てたいデデクラがいるのも事実。他のポケモンのサポートをしているデデンネだけでは物足りないのだ。同じような理由で、様々なデッキに採用はできたものの、デデンネデッキとは言えないカードがこちら。仲間作りのデデンネだ。知ってる？クイの時期にちょっと流行ったね。無色エネでどんなデッキにでも入れることができ、上の技、仲間作り、で、デッキからメインギミックのポケモンをベンチに出せたんだ。さらに当時はイベルタル EX のような電気が弱点のポケモンも多く、下の技、エネショート、もそこそこ狙う機会があったぞ。デデンネっていつの時代も環境に順応していてすごいね。だがどのデデンネもサポートがメインで、メインアタッカーとしてのスペックはあまり持ち合わせていなかったんだ。そんな時に登場したデデンネがこちら。ほっぺスリスリ、と、マッドパーチ、だ。出た、デザイナーズデッキのデデンネ。ほっぺスリスリ、という技を持ったポケモンのデッキ、マッドパーチ、という技を持ったポケモンのデッキ。それぞれが公式から手厚いサポートをもらい、強化されていたんだ。しかし、そのデッキを作ったとしても、デデンネ自体はなかなか技を使う機会に恵まれず、マッドパーチのデデンネは、技に必要なエネの多さから、大半をトラッシュで生活していた。バトル場に出ても、なんでお前さんエネなんだよ。そんなどんくさいところも可愛いな。などと罵られていたんだ。そんなこんなでこの度、今までのデデンネの中で一番メインアタッカーっぽい性能の、デデンネが収録されたのです。早速このデデンネの強い点を教えてください。まず条件があるとはいえ、1エネで80ダメージを叩き出すデデンネはこのカードだけです。その火力を活かし、相手のポケモンをワンパンするギミックを、考えていきましょう。まず1エネなので、エネルギーにデッキの枠を割く必要がありません。さらなる火力のアップにデッキの枠を割くことができます。デデンネの強さの一つ、種ポケモン、という点に着目してみましょう。種ポケモンということは忍者ごっこに対応しています。忍者ごっこ？何々？自分の場の種ポケモンを選ぶ。山札の中の種ポケモンと入れ替える。入れ替えて出したポケモンは、いろんな情報を引き継ぐ。どういうこと？デデンネ浜田山札の中でお留守番してもらいます。最初に場に出すのはこちら。ヒートシフトを持ったヒートロトムです。
ヒートシフト、この番の終わりまで、このポケモンは炎タイプになる。まずはこのロトムを出し、ロトムはその能力により炎タイプになります。炎タイプになった、という情報を持ったヒートロトムに忍者ごっこを使い、山札からデデンネを場に出すことで、炎タイプのデデンネが爆誕します。大パリメイクみたいになってない、大丈夫。れっきとした正規方法だぜ。ちなみにヒート以外のロトムもこの能力を持っているから、種ポケモンなら、デデンネじゃなくても、炎タイプ、や水タイプ、や草タイプ、などに、変更することができるぜ。今回は炎タイプなんだね。そして炎タイプの種ポケモンになったデデンネを強化するのはこいつ。特性、スチームアップ、のボルケニオン EX だ。特性、スチームアップ、手札の炎エネルギーをトラッシュすることで、炎種ポケモンが使う技の火力をプラス30するのか。さらにこの効果は重複する。バニボルケニオン EX が4匹いれば4匹分火力が上がるし、回収ネットにも対応しているので手札に戻してもう一度出せば、同じボルケニオン EX でもまたスチームアップを使うことができる。パッと最大値を数えただけでも、1ターンに20回のスチームアップが使えるので、デデンネのデデフラッシュは680ダメージを叩き出すことができる。しかしその火力を出すためには、相手のサイドが1枚じゃないといけない。大丈夫、安心してほしい。ちゃんとサイドを1枚にするギミックもある。秘密のことづけのムーマージだ。サポートを忍者ごっこに使う以上、ボルケニオン EX や炎エネルギーは、ポケモンの特性でドローして手札に集めないといけない。不思議なことづけ、このポケモンを気絶させる代わりに手札が7枚になるようにドローするのか。でもこれ一進化ポケモンだよ。大丈夫。グッズ、闇の石の効果により、出したばかりのムーマを進化させることができるんだ。しかも山札のムーマ味に進化できる。なるほど、これならサイド差をつけつつ、ボルケニオン EX の火力アップカードを集めて、680のデデフラッシュを叩き込むことができる。デデンネ。強い。680も出せればほとんどのポケモンはワンパンだからね。相手のサイドは1枚なのでリセットスタンプのようなカードを使っておかないと、返しのターンでデデンネがやられて、そのまま自分も負けてしまうんだ。まあデデンネと共に負けるのであれば悔いはない。ってタイプのデデクラなら気にならないかもしれないね。ということで今回は、診断のデデンネの強さについて解説したよ。680ダメージか、今までのデデンネの中で一番攻撃性能の高いデデンネだったね。もっと火力を上げれる。って人はぜひコメント欄に書き込んでね。はいはい。もしかして、力のハチマキをつけたら700ダメージになる。ほんとだ、よく気づいたね。こんな感じで、まだまだ全然見逃してるカードがあるので、ぜひ探してみてくれ。ということで、いいねと思ったら高評価、悪いね、普通ねと思ったら低評価をお願いします。このチャンネルではポケカをより楽しむために、スタンダード以外にもエクストラや電動の動画も投稿しています。検証動画も撮ってるよ。ぜひ他の動画も見ていってねー。